さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、今回はこのゲルドキャニオンウマエドから出発して西の方、砂漠の方へと向かっていこうと思ってます。北ゲルド巨石、名前なんかついてたっけ。ここ前作はあまり気になってなかったけど、まあいいか。よし、じゃあ頑張っていきましょう。今回はやたら鎧で重装備になってますが、砂漠は暑いぞ寒いぞ。そして一応持ち上げてく。よし、頑張りバッタは今日も頑張ってる。さてと、一応コログをチェックしながら行きましょう。うん、前作だとこういう亀裂のところに結構風船とかあったんだけど、今作ではないですね。うん、今のところ見たことがない。お、ガトリンさん、トイゴロー。うん、お、あれは、うん、お、ゲルド砂漠入り口、人がいるね。あ、なんか連れてってほしそうなコログが。そしてあれは噂に聞いていた乗り物を借りられるところ、つまりまあ一応見に行くまでは黙っていようか。さあ、これはビリビリフルーツー。あ、まだ取ってなかったんだ。朝露にっていうわけにはいかないかな。お、いいね。よし、触ってダメージとかはないね。よし、にゃーとか言って声がめっちゃ響いてる。お兄さん、こっちこっち。うん、今言ったら凍えるな。まずこちらから。パクトさん、パクトさんは確か前作ではどうだったっけ、砂漠で遭難しかけてて、なんか冷たい飲み物が飲みたいって言って帰っていったような気がしますけど。ん？何？砂ざらしを借りたいなら私に気兼ねせずどうぞ。あれ？砂ざらしを運営してる人だったっけ？しまったー、忘れちゃった。私はまだどうやってゲルドの町に戻ろうか悩んでるところだからさ。ゲルドの町？砂漠に発生している砂塵のせいで分かりにくいんだけど。わあ、ほら、砂塵の上にちょこっとほこらが出てるの見える？あのほこらってニョキニョキっと生えてきたんすか？それとも上からズドーンときたんすか？あそこがゲルドの町よ。ふむ、あのほこらは天変地異の時に世界中に現れたものなんだけど、現れたという表現だけ、降ってきたのか生えてきたのかわからない。あれがなかったら完全にゲルドの町を見失ってるところだったよ。うん、ランドマーカーとしてはなかなか優秀。ランドマーカーっておかしいな、ランドマークかな。うん、砂塵の中はかなり視界が悪いっていうし、砂ざらしを使ったとしてもたどり着けるか。遺跡調査頼まれてるのに参ったな。でも前に砂塵の中砂漠を出歩いて遭難しちゃったし、やっぱり無理して戻るの諦めて目の前のカラカラバザールで休んどいた方がいいかな。うん、え、何、まさか君もゲルドの町に行きたいってわけじゃないよな。町にボーイは入れない掟なんだ。行ったとしても門前払いになるだけだよ。うん、なるほど。まあ行ったな、まあ行ったなって、コログみたいな感じ。うん、コログたちはね、一般人には見えないらしいから、きっとここで温まってるのもよくわかんないんだろうけど。バーサーク。お、バーサーク。はい、バーサークは確かいらっしゃいって意味だったっけ。いやー、こんなにお客さんが来るなんて久しぶりで、ついつい顔がほころんじゃうよ。ゲルドキャニオンの方まで暑さ寒さが厳しくなっちゃった上に、砂漠の砂塵のせいでこのところずーっと閑古鳥だったんだよ。うちは砂ざらしっていう砂漠の移動に欠かせない動物を貸し出しているレンタザラシ屋だよ。レンタザラシ、砂は足を取られて歩きにくいからね。
砂漠を渡ろうってんなら砂ざらしがいないと大変だよ。ああ砂ざらしだけなら20ルピー、2台付きのソリざらしなら50ルピーだよ。ソリざらし、捕まえ方を教えて、まさかのレンタル屋さんに聞きに行く。もしかして乗り方だけ聞いて野生の砂ざらしに乗ろうって魂胆かい？でも野生のは音や振動に敏感だから、そーっと近づかないとすぐに逃げられちゃうし、捕まえても手を離すと逃げちゃうし、扱いにくいと思うけどね。うん、しゃがむ。砂の上でその振動がわかるってなかなか敏感ですよね。普通なんていうか足音とか消えちゃいそうだけど、消えちゃうというか小さくなりそうだけど、その点うちの子たちは人に慣れていて扱いやすいから、お値段以上の価値があるのはこの私が保証するよ。なるほど。確か野生の砂ざらしはその使い切りなんだけど、借りたレンタザラシちゃんは近くで待っててくれるんですよね。すごいお腹見せて寝てるけど。ああふむ。じゃあ2台付きのソリザラシ、いかにもなんか今使いそうだから、ああ借りたいのは砂ざらしかい、それともソリザラシかい。ソリザラシ、まあ、サークサーク。砂ざらしは砂の上しか移動できないからね、岩場には気をつけるんだよ。おお乗る。あ、ここで行けるんだ。へえ、なるほど。にゃー、困ったな。いや、ずいぶん遠いな。でも砂塵の手前だね。のろしを上げて待っててくれてる。のろしという発想、あの祠がなくてもなんとかなる。コログ賢い。もう疲れちゃって全然動けなくって、この状態で砂漠を越えていくのは大変ですよね。うん、これは運んであげよう。ここにどうぞ。なんかまっすぐ向けられない。よし、乗れるこれ。違う、乗りたい。さっき乗るって出たのに乗れなくなっちゃった。こうか。ま、前が見えねえ。さあ、砂ざらしちゃん、砂の上しか走れないっていうけど、ちょっと待って、人がいる。馬と比べて随分そのなんていうか、回り込みが難しい。ちょ、あ、レックスさん。ふう、おう、朝早くからご苦労さん。ゲルド砂漠やゲルドキャニオンの気候がおかしくなって倒れちまう旅人もいるようだ。ちゃんと気温に合った料理を食べれば大丈夫なはずなんだがな。まあおめえさんも無理だけはしないようにな。あざます。レックスさんはこんなところで何やってんですかね。うん、自分で撒いた種だけどすごくなんていうか乗り込みづらいので、ちょっと場所を変えましょう。あのリンクのあの目がね、あの見えなくなっちゃうし。お、それっぽい。いやいや、レックスさんめちゃめちゃずらされてく。よくそのロープ素通りできましたね。熱い。こういう時は対処効果一番短いやつ。はい、よし、腹ごなしも済んだところで。わあ、リザルホスが普通にいる。ダッシュ、おお、宝箱感知早い、すごい。おお、ちょっと待って、これはなかなかあの絵がとても楽しいので、プロモード。ふう、はい、はい、おお、すごい。マントっていうか、あのひらひらがすごくいい感じ。おお、
一回ダッシュすればずっとダッシュできるってすごくない？あ、キノコだ。地底で見たやつ。なんだあれ。おお、あ、一応止まるんだね。はい。でも馬と比べてスピードもすごいし、持続力もすごい。はい。追いついた。はーい。おう、近いな。いやー、楽しい、楽しいし絵もすごくねいいんだけど、やっぱりなんだかんだミニマップがないと大変だから戻します。よし。というわけで一旦、お、サーチ対象が変化した。ふむふむ。電気の実、やっぱりゲルド地方は電気なのかな。フィローネ地方もフロドラがいるからちょっと電気っぽい感じがするけど、オルディン地方が炎で、リト方面がひんやりで、そしてゾーラが水、ここが電気。おお、どうした？なんか、うん、動きが鈍いぞ。あ、カラカラバザール、もうこの時点でダメなんだ。確かに砂っぽくはないな。さ、というわけでフラフラと、しましたけど、レンタザラシアから西の方に来て、カラカラバザール、まだここはゲルドの町じゃないからボーイも入れる。あいつら何やってんだ。サバーク、ファンデさん、サバーク、うん、うん、またハイリア人か。先に来た商人たちといい、お前といい、異常気象の中たどり着いたことは褒めてやるが、このカラカラバザールから南エリアは今砂塵に覆われ、視界が非常に悪くなっているんだ。得体の知れない魔物の目撃情報もあるし、悪いことは言わん、旅はここまでにしておくんだな。ああ。まあこのオアシスは我らゲルド兵が守っているから、安心して旅の疲れを癒していってくれ。ゲルドの町に入れないと分かっていても、ついつい近くまで来たくなる、それがボーイ心なのか。うん、はい。得体の知れない魔物、ああ、我らの警護は完璧だからな、ゆっくり旅の疲れを癒していってくれ。はい。ふむ、レンタザラシちゃんは口笛で呼び寄せられるかな。前作はね、結構そのちょっと離れたら消えてしまうという難点があったけど、さすがに無理か。一旦祠を起動するというのも悪くはないか。まあいいや、とりあえず、はい、うん、すっかり宝箱のことは忘れているが、うん、ゆっくりゆっくり行こう。うん、もやもや。この辺りは鳥とかも生態系変わってるかな。桃色詐欺にしか見えないな。うん、砂で綺麗綺麗にしてるのかな。よし。お、これはひんやりメロン。お、撮影してない。でっか。うん、よし。あれ、もうそんなに。これはいらないかもしれない。希少石岩ロックもう消しちゃおうかな。よし。名前忘れちゃった。我慢比べおじいさん。うん。
2枚あるといかにもなんていうか、このゲルドキャニオンのイメージにぴったりだけど、正直いらないかなみたいなまあ思い出はね取っときたいところだけど、枚数がな、こっちは消しちゃうか、こっちを残したいかって言われたらそれはそれでちょっといらないかもだけど、炎の近くで平然としてるっていうのは他のハイリア人では見られないかな。どうなんだろうね、その固定されてるキャラクターの近くに焚き火を作るってことをしたことがないから、ほとんど思い出深いところだけど、やっぱり少ないな。前作だともっと少なかったって言われると驚きなんだけど、消しちゃうか、ごめんおじいちゃん。よし、お、ふむ、え、刺してる。コルギさん、なんか嫌な予感がするんだよなこれ。もう色合いがなんかちょっとおかしいもんね。まさしくのれんに腕押し、砂にやり。マトリーさん、なんだこの岩、いくらつついても全く崩れん。岩自体がそもそもつついて崩れるようなもんではないような気がするが、こんなでっかいのいつの間にできたんだ。ふんふんってたくさんつついてるのちょっとかわいいな。脈打ってるなわけないよな。脈打ってる、ふむ。これ悪い予感がしますよね。あ、しまった、スマザラシちゃんじゃなくてソリの方だ。ごめんごめん、ここで止めるしかないか。お疲れ様。カラカラバザール、なんかでっかーい、あれも一応ランドマークとして機能してるのかな。サバーク、サバーク、お宝が浮いてますね。リップスさん、見ない顔だな。リップスさんはなんていうか小隊長みたいな人だったっけ、忘れちゃったな。あ、小隊長っていうか、あの結構ねゲルドの兵士たちにはその族長のお付きの人とかそれぞれ小隊に分かれてて隊長みたいな人がいるんだけど、でも結構見分けつけづらいからな。まあいいや、お前もゲルドの町に向かうキャラバン隊の一味か。ゲルドの町、ゲルドの町はここから南西の方角にあるこの辺りで一番大きな町だ。とはいえゲルド族の掟によりボーイ、つまり男は中に入れないかな。まあボーイであろうとなかろうと、今は砂塵がひどく町にたどり着くことすら困難だろう。キャラバン隊とかがさ物資を運んできて商売するはわかるけど、そのなんていうか町の外でやり取りするっていうのもなかなか大変だよね。キャラバン隊の中にボーイも入れとけばいいのに。お前もキャラバン隊のボーイたちのように町に行くのは諦めるんだな。キャラバン隊、ハイリア人の商人たちのことだよ。砂人で商売どころじゃないからな。今は町側の入り口の警護を手伝ってくれてるよ。なかなかいい人まあ我らに恩を売って町での商売を目論んでいるのだろうが、ゲルドの町の掟は絶対我らではどうにもならんかな。まあ何にせよハイリア人に砂人は過酷だろう。お前も今はここから出ないことだな。確かに恩を売って商売する悪くないけど、町の外で何とかするってことはないのかな。というわけでワンちゃん発見。こんな暑いところに
いられるのかい？夜は寒くなるけど、寒さにはまあ犬は強いか。わーい、極上獣肉。うん、食え食え。近くにいればね、好感度もじわじわ上がるはずだから。あ、ごめんごめん、邪魔しちゃった。うん、これぐらいあれば十分だろ。すごくリンクがめちゃめちゃ肉見てる。お、難しいとこ行きますね。おお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 、どこかな。借りたてだよ。何のお肉なんです？この辺りに獣とかいる？お、ありがとう。謎そり。爆弾バナー。ふむ、じゃあマヤタタの祠、祠を起動しておこうかな。よし、先に宝箱も取っちゃうか。この暑さの中で氷の板を作ってみる。溶けるには溶けるけど、あんまりぐっと早く溶けていくわけではない。さすがオアシス。ゲルドの弓、ゲルド族が使う繊細な装飾が施された弓。繊細って読むんだっけ？最近こういう字をさ、読むときにどうだったっけみたいな感じになっちゃう。広い砂漠での狩りや戦闘の際に遠くのものを狙い撃つことができるよう工夫が施されている。前作と比べて攻撃力がだいぶ上がった気がするな。素の攻撃力は25、そんなもんだっけ。でも一心の弓と比べたらだいぶ威力が高いですよね。うん、2連休は2本いらないか。うん、よし、これは撮影しておきたいな。ゲルドの弓。よし、おお、いいね。なかなか色合いも綺麗。うん、さてと、お宝まだあるな。あ、これ、うん、サーバーブローさん。サーバーじゃなかった、サバーク。なんか最近は若い人たちはその短縮しちゃうっていう、省略しちゃうってお話だったけど、サクみたいな。危ない危ない、また先輩に若者言葉を使うなって叱られるとこだった。先輩から武器をおしゃれに飾れって頼まれたけど、おしゃれにキラキラで熱い情熱を放つデッコデッコって、何言ってんのかさっぱりわからないよ。若者は若者で困っている。先輩は魔物アレルギーだから魔物素材は使えないし、一体何を飾ればキラキラで情熱的、何か参考になるような武器でもあればいいんだが。情熱デコレーション。先輩から武器の装飾を頼まれたブローだったが、キラキラで熱い情熱を放つ装飾、あ、デコという要求の意味が分からず困っている。
その上魔物素材も使えないらしい。参考になるような武器でもあればとぼやいている。キラキラで熱い情熱を放つデコとなるとやっぱりルビーということになるかな。武器盾じゃダメだよな。キラキラで情熱的な武器、これは情熱ですよ。心眼だし。でも魔物素材じゃダメだって言われたばっかりだな。素の武器がここに置かれてれば持ち帰るんだけど、これは勝手に開けるわけにもいかない気がするな。ポロッと何か置かれてないかなと思ったけど、ないもんだね。じゃあベース武器が見つかったらまた来ますね。うん、お、テリーさん。ああ、こんなところでお会いできるとはとっても奇遇ですね。わお、剣カブト。力獣肉丼いらない。せめてマックス回復薬ぐらいだったら。おおう、よよ、さあ、じゃあ買う。うむ、ガッツガエル、ガッツガエル買っておこうかな。服の強化素材に使う可能性も意外と見ないからね。はーい、うん、よし、やめとく。はーい、暑くてフーフー言ってる。うん、どこにでも出てくるといえばまあ結構すごいけど、街の中に鳥が、あ、井戸だ。うん、カラカラバザールの井戸、忘れないうちに行くか。ふう、これだけ浅いとドバッと飛び降りたら痛いだろうな。ん？カニ、謎カニ。頑張りガニさんめちゃめちゃ取られてるよ。もう130体も取ってる。発見、オアシスの水源。え、井戸、井戸だけど洞窟、いや井戸か。うん、お、これは採掘用の上等コアブロック粉砕剣。よし、お、武器も出てきたね。錆びた両手剣。おっと、よし、ん？もしかして結構長い洞窟？うん、このまま進んでいくとこの辺りか。さすがにゲルドの町までは行かなそうだけど。わあ、分岐がいっぱいある。困る。うん。お。木の枝。さすがに入れないか。お？なんだここ。
待って、上がどうなってるかめちゃめちゃ気になる。まず上を見たいよね。まあでもな、謎セーブ怖い。あれ、いけるものではないのか。ほう、ここから砂がということ。あのさっきのキノコメーター、砂っぽく脈打ってるあれの真下ってことかな。全然上に出られないじゃん。うん、あ、ここもしかしてアリ地獄みたいになってる。ここに降りてこられるのかな。うん、気になるところではあるが、よし、ユンボー、ユンボーが入ってこれない。よし、さてさて、じゃあまずはここからやっていこうかな。ユンボー、ユンボー入れなすぎでしょ、体が大きいから。デイ、お、ん、これか。あー、トカゲ、あー、しまった、気づくの 遅かった。よっ、太陽の盾、ゲルドの兵士の中でも体調以上にのみ与えられる豪華な盾。宝石が使われており、装飾品としての価値は高いが、盾としても優れている。ぽい、一応撮影しておこう。見た目が可愛いね。うん、よし、せっかくだからもらっていこうかな。こっちの盾も捨てていきづらいけど、まあ竜骨ボコ盾だからな。あの竜骨ボコ盾をベースに重心の盾をくっつけてるから、骨骨強化でそのガードジャスト時のダメージが上がるかなと思ってちょっと持ってるんだけど、その機会がなかなか訪れないからな。ガードアップの重心の盾は1個置いてっちゃうか。うん、よし、わっとっと、破壊できないかな、無理だろうな。うん、ユンボ、おー、すごい、黒い岩もバキッといける、すごいね。お、回復も早い。いや、これは大変だ。お、繋がってるのか。ゲルドの弓見えないですよ。迷いの落とし物。うん、繋がってるなら別に破壊する必要はないな。あれ、あ、そっか、上の方か。さてさて、ベース武器が出てきたけど、上に持ち上げるのはリンクの手に持たないとダメだな。これを、まずギリ消えちゃっても許されるもの、これでいいか。スタルヒの粉砕剣、いや、どうせだったらこっちか。希少岩ロックハンマ
うん。よし。あ、上に行った後に一回この剣を置けばいいのか。お、痛くない。夜になったけど店は閉まってない。油売ってるね。あれ、服も売ってる。よし。この人は前に会った人か。スベニアさん、カラカラバザールに来てるね。よし、宝石、ルビー、うん、キラキラで情熱的。ルビーの両手剣、うん、デコルといってもだいぶぐさっと刺しただけみたいな感じですけど。サーバーサーバーじゃなかった。サバサーバー。危ない危ない。うん、うん、あ、こんなのどう。なるほど、こんなのどうっていうのが、まあでもいいか。うん、なんか違うやつをつけてそれじゃないなとか言ってちょっと言われてみたい気もするけど、でもまあしょうがない。ん、うん、はあ、ん、うん、今の武器よく見せてくれないか。それならもしかして。おお、なるほど、ルビーをこうやってくっつけるのか。あれ、ルビー限定なのかな。はあ、キラキラも完璧だし、熱い情熱も申し分ない。あ、やっぱり気になってきた。これなら私でも作れるし、先輩も気に入ってくれるよ。ナイスデコを見せてくれてサクー、これはお礼だよ。エレキースの羽、ああ、私のおすすめのデコ素材だ。今の時間帯は魔物が多く、普段なら外に出ることは進めんが、そいつへデコった武器の威力を試すならちょうどいいかもしれんな。情熱デコレーションコンプリート。うん、うおー、やっぱり気になる。気になるから一旦ちょっと戻していいかな。キラキラだけどちょっと違うみたいな感じの、ちょっと出るかどうか知りたい。よし、というわけで一旦時を戻れ越して、まあ想像通りベース武器はなくなっちゃいましたけど、こうなったらしょうがない、自分のものを使うか。うん、じゃあ一番付け直しやすいようなやつ。うん、みんなそれぞれ貴重だな。一番特等兵隊ブレードがそれっぽいけど、これにルビーとかつけたらどうなるのかちょっと見たことないな、今更だけど。うん、じゃあ一旦これを見せてみようかな。サーバー、はーい、んー、あー、こんなのどう。魔物素材じゃないんだよ。ん、うーん、ちょっと違うんだよな。キラキラが足りないというか、熱い情熱が伝わってこないというか、はあ、でもサクーじゃなくてサークサーク、気持ちだけ受け取っとくよ。お、ちゃんとセリフがあるね。じゃあこれに、多分お肉とかをつけてもしょうがないから、琥珀、これはキラキラだぞ。わあ、これはこれでちょっとなんていうかありかも。うん、はーい、おう、うん、ちょっと違うんだよな。キラキラが足りない、まさかの。
琥珀はキラキラが足りない。じゃあダイヤモンド、情熱的といえば情熱的だけど、じゃあルビー以外の属性宝石。おお、トパーズ短っ。あ、一応弾出るん。あ、ごめん、危な、ごめんごめん、びっくりさせちゃった。あ、座ったわ。おう、ちょっと違うんだよな。あれ、キラキラが足りない、キラキラが足りない。じゃあルビー以外にはほぼ反応がないと言っていいのか。なるほど、じゃあしょうがないな、満足した。はあ、よし、作れるのそもそも。いや、デコるだけだからいいか。リンクみたいにこれを武器にしようとは思ってないからね、多分。ああ、はーい、情熱デコレーションコンプリート。先輩からの武器装飾の依頼に頭を悩ませていたブローだったが、キラキラで熱い情熱を放つ武器を見せたことで悩みは解決した様子。彼女のおすすめの装飾素材をお礼にもらった。ふむ、よし、これはもらっていいのかい。あ、いいんだ、お、あ、よくないんだ。おい、何をしている。これはうちら兵士への配給品なんだ。砂塵のせいで物資の供給が不安定だな。悪いが身支度なら店で頼むよ。身支度って言ってくれるん。宝箱反応しちゃうんだよな。借りたてだよ。あんた買っちゃうよ。ちょっとチラッと乗っただけなのに、まあ怒るよね、普通は怒るよね。メキャップさん、おこんばんは。おこんばんは。どうだい、あたいの入りやご、うまいもんだろ。上手ですね。そうだろそうだろ。世界中を旅してきたあたいの妹分に教えてもらったんだ。よかったらゲルドゴ教えるよ。商品は有料だけどゲルドゴレッスンなら無料だよ。ゲルドゴ教えて。よ、喜んでー。喜んで、なるほど。じゃあまずは挨拶からだ。夜の挨拶はゲルド語で、サーバー。ああ、お、正解。若者言葉を知ってるなんてさすが社長さん。社長さん、社長さん。でも実はサバサーバーも正解なんだ。どっちかっていうと正式なのはこっちだけどね。まさかの最後のバは唇を噛まずに発音だよ。そこが難しいんだよね。サバサーバっていう言い方にしないといけないから、バ、バ。どう、わかった。ブラとバ難しいですね。社長さん、もうお帰りか、買い取って。ぼちぼちでんな、喜んで。喜んで、なんかすごく不思議な感じだけど。妖精さん2ルピー安いといっても、売るものといったら赤いバナの種とかくらいかな。全部赤いバナの種を660個全部、はい、1320ルピー結構売れるな。ありがとうございます。もうおしまい？はーい、お帰りです。ん？ん？あ、でもあんたボーイ、男だから。ゲルド語を覚えてもゲルドの町に入れないからあんま使う場所ないのかもね。じゃあ一つリザルフォスの尻尾、高いな。じゃあ焼き獣肉一つ、ください。わー、ありがとうございます。はい、お、ラストワン、
これはネッサの鉢金。ゲルド地方では珍しい男性用の防具。額にはめられたサファイアは氷の力を宿し、その加護により対処効果を発揮する。これは欲しい。バサーク、バサーク。ゲルドの町からやってきたおしゃれなお洋服屋さんですよ。ボーイのお客さんには入手困難だったネッサの鉢金が買えちゃいますよ。逆にバーイ用のものが置かれてないのがすごいね。うちのお洋服は見た目も素敵な上に暑さもしのげる高性能なんですよ。すでにお持ちでも色違いで何着あっても困りませんよ。何着あっても困りませんよって言うけど、何着も持ってると困ったよ本当に。持ちきれないって言われるから。色違い？お洋服の色を変えるのはバーイの間でもう定番ですよ。ハイラルの東の端っこにある果ての村のコチヤさんってお店で染められますよ。かなり遠いよね。そのなんていうか、色を変えられる場所少なすぎない？この世界。もう最初からその素材から色違うやつを使った方がいいのではって思っちゃうぐらい遠いけど。果ての村は前はのどかな農村だったんですけど、今やファッションの聖地なんて呼ばれてる注目スポットなんですよ。なるほど、また後で。うちの商品はそこのがラストワンなんで買っていただければ。ゲルドの人も知らないとっておきの秘密教えてあげちゃうんですけどね。何それ、めっちゃ気になる。じゃあ買います。バサーク。うん、やっぱりそれ気になっちゃいました。暑い砂漠ライフにぴったりのおしゃれボーイの必需品。うちの商品はそこのがラストワンなんで買っていただければとっておきの秘密教えてあげちゃうんですけど。ネッサの鉢金はラスト1点、お値打ちの450ルピー、買うしかないっしょ。買ったっしょ。サクです。若者言葉で短くしたのにいちいち丁寧語をつけたら長くなるでしょうわ。ラストワンお買い上げいただきましたので、お約束のとっておきの秘密教えちゃいますね。実はお買い上げいただいた鉢金はネッサシリーズの一部で、他に片当てとズボンがあるんですよ。でも買える場所がちょっと特別で、ゲルドの町にあるシークレットクラブでしか買えないんですよ。でその場所ってのがファッションパッションっていうお店の裏手で、よく考えたらボーイはゲルドの町には入れないんでしたね。じゃあここまで運んできてください。すみません、今のは忘れてください。おう、ネッサの鉢金。おう、うん、いいね。これで涼しくなる。ルビーつけてると当然あったまりポイント、あれ変わらない。そっか、炎の力は出るけどあったかくなるわけではないのか。それともネッサの鉢金と被ってるからか。うん、メモリが。あ、一応あったかくなる。うん、夜にはルビーのロット。いいね。お、鍋発見。何もかも面倒だね。なんか前聞いたことあるな。エメリーさん。サジンは出るわ。変な魔物が出るわっていうわ。若いもんはチャラチャラした言葉を使うわ。これが世界の終わりってやつかね。なあ、ボーイ。あんたはそう思わないかい？まあこんなところにのこのこ来るやつらはみんな命知らずなんだろうけどさ。だが私の前でくたばられたんじゃ夢見が悪いからね。必要なものがあるなら売ってやるさ。なんなら買い占めてもらえるとありがたいがね。なるほど。どうせ世界は終わるんだ。別にあんたらのことなんてどうだっていいが、迷った時は空を見上げてみるんだね。そうすれば目障りな灯台の光だって時には救いの星に見えるってもんさ。生きてるうちは精一杯あがかないとね。くたばんじゃねえよボーイ。
口は悪いが優しい人だ。じゃあ油壺ください。全部はい。悪くない光景だね。サクサク。うん、よし。じゃあお鍋見つけちゃったんで、あれがキャラバン隊かな。うん、よし。あれ何か置いてあるぞ。お玉。さてと、前回は何作ったんだっけ、忘れちゃった。まあいいや。こう結局この串焼き魚中途半端なやつ結構ね試したことはあるんだけど全然作れなくて、もしかしたらマックスバスとかマックスサーモンみたいな組み合わせなきゃいけないのかな。マックス、いやー考えづらいな。うん、キノコは合わせたしフルーツも合わせた、ポカポカそうの実も合わせたことあるんだよな。あとやってないの頑張りそうもやったことがあるんだよね。カニ、うん、妖精さんは違うだろうな。魚とやってないのは卵とかミルクとかバター、これ入れちゃうと塩焼きだしな。油と魚ってやったことはないかな。うん、串焼き魚普通。料理枠は、一応あと5個ぐらいは作れそう。じゃあ魚、魚どんぐり、どんぐりをやったことないかも。あれ、しまった、数え間違えたか、なんてこった。結構いっぱいあるな、売っちゃおうか。はい。なんでわざわざうちでやるかね、面倒だねみたいな。でも買い取ってくれる。はい、串焼き肉とか、あとはちょっと頑張りを作りすぎたので、これがあれですよ、その串焼き魚をなんとか作ろうと思ってできてしまったものたち。串焼き魚なのかまだわからないけどね、位置的にそうとしか思えないんだけど。うん、あとは対処体感効果は今は必要だから売らないでおこう。岩塩塩焼肉美味しそうだけど売っちゃう。このめちゃめちゃ高いやつ売っちゃおうかな。うん、妖精の力水、妖精さんを3つ使ってハート27個回復。うん、よし、今度からはよそでやってほしいもんだね、ごめんなさい。じゃあ再び料理タイム。ナッツ、どんぐりだけにしてみよっかな。串焼き魚、この調子だと。待てよ、ハイラルバス、いやでもな、多めに入れた方がいいのかな、変わんないな。あとはバター、シンプルだね。ゴロの更新行こう。チーズ、これはでも前やったことがある気がするな。これは違う料理になっちゃう。ミルクないだろうけど、あと2枠作れる。
塩入れたらな、米入れたらおにぎりになっちゃうし、卵、うん、こんなシンプルそうな料理が難しいっていう。小麦、甘露煮になっちゃう。肉、鶏肉、でも確か獣肉と一緒で三階焼きみたいになっちゃうんだよな確か。まあ後で確かめてみるか。売ります。よし、さてと、じゃああとは一応鶏肉入れてみるか。三階焼き、あとはあれ、さっき何やるって言ったっけ。小麦はやって、あ、きび砂糖、これはやってないかも。ほい、串焼き魚、うーん、調味料ではないのかな。やはり野菜、野菜とハーブ、なるほど。ゴーゴー焼き山菜、焼き山菜になっちゃったよ。魚、魚要素がどこかに行ってしまった。キノコとフルーツ、待って、あとハーブ、包み焼き魚、料理だけでこんなに苦戦してるとは。逆にわからないよね、ああやってシンプルなレベルになると。塩入れたらな、あ、クリームスープ、いけるかも。塩焼き魚、逆にミルク要素どこか行った。おにぎり、おにぎりね、でも串焼き魚にならないよな。海鮮おにぎり、普通に美味しそう。いやー難しい、なんでだろう。串焼き魚の一種なんだろうけど、ポカポカそうのみ、一応もう一回見てみるか。ピリ辛スパイシー焼き魚、うん、お料理シーンがあまりにもちょっと長くて、ちょっと私もどうかなって思いますが、申し訳ない。